オラトです。皆さんこんにちは、マリコです。今日は友人のギター製作者ビセンテ・カリードさんの工房に来ています。今日はギターの仕事ではなくて、友人として野外のパエダパーティーに参加します。バームサンペサ。今日は魚介類のパエダなので、メインの材料となるのがこちら。様々な種類のエビや白身魚などの海の幸をふんだんに使います。オラビセンテ。オラマリコ。ビセンテさんはイカを輪切りにしています。基本的に具材はお好みで、どんなものを入れても美味しく出来上がります。Esto se llama paellera. Pero nosotros en Valencia a esto le llamamos paella. Pero claro, la paella, claro, supuestamente es lo que tú estás comiendo, que es el arroz. Pero nosotros esto es paella, no es paellera. いかがだったでしょうか。今回はお土産に自家製のギンディージャとこちらメヒギョネスムール貝までいただいてしまいました。これからデザートにこちらの
ロスコンを切り分けたいと思います。こちらの動画が役に立ったと思ったらぜひいいねお願いいたします。こちらのチャンネルではスペイン語だけでなくスペインの文化やスペインの世界遺産などをご紹介しています。チャンネル登録をしていただきベルのマークをオンにしていただくと新しい動画がアップされた時にお知らせが届きますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。 Muchísimas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.